ゆきはー金太郎あつしあきら自然時間でーす。はじめまして、はじめまして、こんにちは、こんにちは、拍手勝手に請求しておりますが、はーい、私たち、大人4人色っぽいですね、はい、芸語と夢を叶える、そして私もあなたもあなたも自然のままにっていう形で全てのものを受け入れて、そして楽しく生きていこうじゃないかという経験豊かな4人が、人生の経験ですよの豊かな4人が、揃いまして、この番組自然時間というものを持たせていただくことになりました。今日から本番でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。みんなそれぞれに、私愛知県、はい、そして静岡県です。富山県です。長野県です。そうなんですよ、みんな全然違う全然違うところから一つの目的に向かって集まって、そしてご縁あって、長いこと付き合ってますよね、だって、はい、年齢も違うし、はい、生活環境も違うし、全て違うのに、でも、お互いがね、なんか一つの目標に向かって進んでいくって、この楽しい、そして、キャンパーのキャンパーっていうのか、キャンパーって言わないか、今作っちゃった、はい、キャンプ大好きな、まあ自然大好きな金太郎ですと、はい、はい、もう自然の中から出てきた、うん、ね、はい、本当富山の今日は雪かきしながら出てきて、はい、できました、暑いですそしてもう本当の山の中から生まれてきました、アキラとお面かぶってるけど本当すごい美人ですからね。雪はそんなにないです雪はないけど山の中でさという本当に世の中でいう自然界とともに、あと自然体っていうことと、自然って本当にもうなんか枠を超えた、もうお互いに自分も人も全てのものを自然に受け入れるっていうこと の時間だと思ってるね。そういったことを私たち4人がそれぞれの経験とかね、あと思いとかを、ま、こう混ぜこぜしながらお伝えしていけたらいいなって思っておりますので、本当今日第3、はい、だよね、第3、うん、はい、毎月第1と第3の月曜日で、なぜ12時ご飯食べながら聞いてよってそういう話でしたはい、下心見え見えです、はいはい、なんでご飯食べながらラーメン進みながら、うん、アイスアイスアイスって感じで見ていただけたらすごい嬉しいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですもーということで、今日本番なんですけど、まずは一人ずつどっから来たんですかって、まあ、若干は言いましたけど自己紹介していきたいと思いますけど、よろしいですか。はい、まずですね、一応私愛知県私だけなんですよねえ、終わりはずりって言いながら他府県の人間をこうかき集めてますけどはい、で、私愛知県も今日高速バスで来たんですけどね、うん、小牧市って、知ってますかね。あ、知ってたね。小牧山があるふもとのところで、花屋を営んで、もうこの業界入って20年になりますね。来年20年の長いわ、よくやってきたわって感じですけども、私その小牧山のふもとのところで花屋、花千の草ありますね、っていうところやっております。はい、それで、私ねちょっとごめんなさい、金太郎さん大事なこと忘れちゃった、皆さんごめんなさい、こういう番組ですよ、お年が大きいとコロナ対策受けた受けた身内に受けた、コロナ対策きちっとしておりますので、はい大丈夫です、先ほど全員検温しましたし、はい、手も消毒して、はい、うがいもして、はい、そして万全を期してここのスタジオに入っておりますので、どうぞご安心くださいねっていう、もうこれ一番最初に言わなきゃいけなかった、本当にお年が大きいといろいろ忘れますがね、まあ、こういうのが代わりに謝ってますこういうのが良くないですかね、何かかんかしっかりしてそうで抜ける、その安心感が皆様に幸せを届けます。そしてこういった私たちの流れの中で、ここございますね、あらあなたどこの誰とか、あなたその話聞きたいわとか、もうちょっと深掘りしたいわとかあると思うんで、そういった方はぜひツイッター、はい、こうやって放送してる間にも入れてくださったら、はいどうぞと言ってお答えしていきますので、はい、ぜひぜひね、一言でも多く二言でも多く、ぜひね、なんだ投稿していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。待ってます。
本当にごめんなさいね、これ後先逆になるっていうところがどしょっぱすからやらすかすところがすごく素敵でしょ、うん、ね、はい、ね、はい、はい、なんかみんなのこのありがとうございます。なんかこう、こう、なんかこう、肩張ったやつがみんなビョロッと、ボロッと抜けるよね。なんかもういいよ。あ、抜けた抜けた今。なんか筋が一本なくなったもん。筋がなくなった。筋がなくなった。そう、肉だけ残って。ごめんなさいねって感じだ。で、先ほどの私の、あの、自己紹介、金太郎さん顔変だよ。これこうやって喋ってますけど実は見えてんですよ自分たちの姿が。あのだからあのね、あのあそこお面の方はともかくとしてめちゃ顔の状況が分かるから面白いですねこれね。ということで、はい、私、はい、あの小牧山のふもとに花屋をやっております。よかったら来てくださいね遊びにね。はい、でまあ、いろんな花屋さんいると思うんですけど私の場合はですね、あの YouTube の方でもなぜかカリスマ的ななんか宗教のなんか教祖様みたいになってるんですけど、花風水九星気学風水っていうあのものなんですけどね、まあ、仮想というかどこに何を置いたらあのすごくこう浄化するよとか、あなた何お金が欲しいのねとか、あなた何受けてる。金太郎さんお金好きだよね。自然が好きですよ。自然が好きですよね。でもただお金って大事よ、人生の道具だから。はい、まあそうそうそう、お金多からず少なからず、多からず少なからず、はい、そうそうそう、なんか話がすぐ横にずれてくる。とりあえずそんなんで、あとほら人間関係、こうやって全然他府県のメンバーがでーっと集まるっていうのもご縁じゃないですか。まあ、この世の財産って言ったらまあご縁ですけど、それでご縁をつなぐのはどうしたらいいとか、じゃあそのご縁をつなぐ葉っぱは何とかっていう風で、チクチクのところはというかゆきほんところはまあ観葉植物、まあいろいろありますよね。海洋って言ったらなんか葉っぱかなと思うけど、もうツリー木もあるし、うん、花の咲く観葉植物もあるしっていう風で、メインがそれボタニカルです。ボタニカル、それも風水効果のあるボタニカルっていう風で宣伝させていただいて、毎日いろんな動画をね流していただいて、うん、あなた自然にいいね押すというね、うん、使命に駆られて、はい、で、あとあとは、あとはちょっとだけね、ギフトフラワーをやったりとか、先ほど言いましたけど九星気学風水、ね、講師をやったりとか、なんかいろんなことやってるようですけど実は一つです。みんなが幸せに暮らして、まあ、楽しく暮らしていけれるようなご提案を、まあ、日々させていただいてるっていう感じでございます。あれですよ、私がちょっと一番人気の動画を今からちょっとお見せします。ちょっと見てください皆さん、これ分かりますか？すごくないですか？これ分かります？分かります？何書いてあるの？そこに。あ、ちょっと、そういう質問したじゃないか。サンセベリア、サンセベリアってあの昔からこう根っこがなくてもその葉っぱだけでホームセンターとかで売ってたの。で、そうなの、そう。でもめちゃくちゃ種類が多いのよ。もう今日ね、アキラにね、ツンツンのね、アキラはあれなんですよ、ボイスがすごいんで、っていうか攻撃的なボイスですけどね。でそれのにあの見合うようなサンセベリアを持ってきておりまして、金太郎さんたちさんないね、ないですね、ね、欲しいですね。来年ね、はい、来年ね、よろしくお願いします。来年ね、はい、っていう風で来年持ってきますけど、はい、サンセベリアってもともとは邪気払いとか空気清浄とか、ですごい丈夫なのよ。で種類がすっごい多いの、めちゃくちゃ多いの。だから普通にあの虎の柄のものがというふうに皆さん思って見えるけど、実はゴールドとかもうシルバーとか、あと名前変わるんでしょ、そうすると。あ、全然違う、全然違う、もうそうそうそう、ムーンとかゴールドとかって手前のゼラニカって言うんだけども、でその他に今日アキラさんに持ってきたのはケニア。ケニア、ケニア、あれケニアって名前、そうそうそう、なんかケニアっぽいじゃん、アフリカなの。あ、違う違う違う、そういうわけじゃないけどさ、そうね、すっごいいろんなのがある。なんでそういった毎日ね、そうやって今日はこれです、今日はこれですみたいな、トイレにはこれですみたいな感じでトイレトイレ、あとトイレもある、トイレ、トイレだってもう一番汚いじゃん、じゃあ毎日掃除するよ。掃除じゃなくていろんなものを出す、一番、そうそう、なんで空気清浄しなきゃいけない。あと風呂、
一日の汚れを全部落とすから、だから風呂をこう観葉植物見ながら、あ今日もいい日だった、朝風呂の日から風呂に観葉植物、観葉植物めちゃくちゃいい、ないな、めちゃくちゃいい、あの寝室にサボテンよりいいよこれから寝室にサボテンこれ尖ったやつ置いてるんだよね、確かに刺されるからね、そう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 、毎晩刺されるんだよね、なんかこうやってこうやって刺される溝があるとねな感じで、そう植物って私たち、うん、太古の昔から私たちと一緒にこう育って生きてきてるから、うん、めちゃくちゃ近しいのよ。うん、だそういったことをここ喋り出したら、こうや、私50分全部喋るよ。ね、という感じでいろんなことをこれからお伝えしていきたいと思うので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。じゃあキャンパー。はい、金太郎です。金太郎さん、はい、マイク近づいて、はい、声が小さいってよく言われるんで早口と、金太郎さんね早口滑舌悪し声小さい、はい、ひどくない、いいとこないじゃないですか、金太郎さんね面倒よく見てくれてますお話ください、まあ、趣味はあるんですね、キャンプが、うん、最近の趣味ですね、はい、でまた明日からちょっと2泊3日でクソ寒いこういうキャンプに、あのそして風邪をひく山中湖にちょっと行ってきますけど、まあ、ファミリーキャンプなんで、あの奥さんとうちのかわいいかわいい愛犬きなこ、まあ、きなこって言うんですけどねまあそういう感じでちょっとあの動画あると思うんで、ちょっとキャンプやってる時のキャンプっていうかあの焚き火の動画なんですけどね、パチ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 、焚き火がいいんですね、やっぱりこの焚き火を見ながら、音出てない、音出ない、いやまあまあ、うん、素敵、あいいですね、パチ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 で、まあ、後ろにあのラフ板があって、うん、あの反射してるんで、でもまた暖かさがこっちに来ると、うん、あいいですね、そう、もう一回キャンプ連れてってもらおうって言ったんだよね、まあ、大変ですよ、うんうん、なかなか装備が、いや私こうやって座ってるだけだしあなたが注目するんです、ね、焚き火を見ながらあの上を見上げれば夜空が見えて、いっぱいいただく、もう最高ですね、この間あの送ってくださったよね、満月かなんか真っ赤なやつね、そうそう、その時はあの一人でソロキャンプ行った時ですね、そして風邪ひいて腰痛いですね、いやいや風邪はひいてないですあれなんだっけ、どっか痛かったあのまあそういうベッドみたいなので寝るんで、タイプベッド、なかなかあの慣れないと腰が痛くなりますね、そうですね、そう私たちちょっと大人だしね、でまあソロキャンプもまあいいですね、時間が本当に自分の時間でずっと使いますから、うんうんうん、まあ楽しいです、でまあファミリーキャンプの時には犬を連れてきますんで、もう犬がもうソロキャンプはキナコ行かないの、今回は行かなかったですね、おラブなのにね、うんうん、まあまあ大変ですからね、一人で行くともうかかりきれになっちゃって、だってこれおぶるとかカゴに入れるとかしてる、いやカゴには入れないけどやっぱりねだこうつないでこうやってはいとか言って、あ、まあ、リードはつけてますよ、ただあのファミリーキャンプの時にはドッグランの中にサイトがあって、あのそこにテント立ってるんで、もうあのドッグランの中にキャンプ立てるの、そう、あテントね、テントを立てるのね、あそうなの、そうするとあの今時そうなの、そういうとこ探していくんです、ああなるほど、そうするともうあの、はいはいはい、きなこがもう自由に出張りして、あだからいつもそのキャンプの画像って走ってるんだ、走ってるでしょ、バーッと走って見たことある、う、うん、ありますね、なんかバーッテントの中走ってるとか、外走ってるね、うん、すごい、そう喜ぶんですよ、やっぱりあの常にリードを、まあ、家の中ではね走り回ってるけど、うん、外では走れないんで、うん、あのもうぐる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 テントの周り走って報告するんですよ、走ってきたあ目で追ったり、うん、まあ今度の時その動画も撮りましょうか、お見せしましょうか、ね、もう好きな子ラブだよね、見せてください、もう好きな子のためのキャンプ、いやいや違う違う自分のためですよ、それは自分のため、もう月に、まあ、毎月1回か1回は行きたいですね、まあ、でも寒いよねこれから、冬がいいんですっていうよね、空気が澄んでいい山中湖で雪降られながら鼻水垂らして、今日見たらマイナス8度でしたね、素晴らしい、一番寒い時、素晴らしいなんかこう巻くんだよね、えあなんかなんだっけ、シュラフじゃなんだっけ、なんかあのなんだっけ、カイコみたいになって寝るじゃん、ああシュラフに入ってね、だけど、うん、あシュラフ、寝袋、そうそうそう、寝袋、寝袋、うん、そうそう、で、うん、まあ、だけどカイコだよね、そうあのカイコじゃないんですけど、まあキナコがいるんで、それっぽいですけど、そうあの電源サイトを使うんですよ、あえて、うーん、でもうちょっとその辺はあの電気毛布を引いて、はい、すげえ最新式じゃない、最新式じゃない、キャンプなのに電気毛布なの、
寒いからね。キラコが風邪ひくといいかも。寒いからね。電気どっから持ってくの？電源さ、電源サイトってそうなの？ポータブル電源ってやつ。だから昔はね、そんなもうあのサイトにセッティングされてるとかあるんですよ。そこから延長ケーブルで引っ張ってきて、昔のさ、ほら、富山とか長野のキャンプと違うらしい。いやいや、ないところもありますよ。あるところをあえて探してやってるんで。なるほどなるほど。あのね、ソロキャンプなんかにはまあそういうとこ行かないんで、逆に自分でポータブル電源持って行ってっていう形ではいるわけです。またね、ちょっと山中湖土産とともに話を聞こう。土産プラス話。土産ですか。土産プラス話。土産話でね。あ、土産プラス話。山中湖。スイーツ。まあその時にはその時にはね、またいろいろ動画を撮りたいなと。あ、撮ってきてもらってね。また見せてください。はい。あんちゃんあれでしょ。はい。なんか昔はこうビン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 とか言って。ああ、まあ。まあ、そう。いや、暴走族の方面じゃないんですけど、また始まるよ、まあまあ、その話すると。皆さん、あの、人生の伴侶というものをやっぱね、長い人生の中におられると思うんですけど、まあ自分の人生の伴侶はまあオートバイ、バイクみたいな生き方してきて、まあ小学生の時に同級生がみんな自転車何がいいかなって言った時に、一人あのバイクの雑誌を出た男なんで。すごいね。そう。まあ。早くにバイクに目覚めたんだ。そうなんですよ。もともと親父がまあそういった方面興味あったんですけど、そんな影響かしらないけど。親父ってあっちゃんの親父がバイク乗りだったの、うんうん、親父。いや、ノリじゃないんですけど、なぜかカタログを集めるのが趣味の人で、あ、いるね、そういう人。それを見てるうちに、まあ、感化されちゃって、それでまあ18、まあ待って、それからメイク取って、え、バイクって18だっけ？16。16から取れます。ただまあ学校の金があるんで。だよね。16でこんなになってたらね、おいおいおい。黙って取ってるよね。黙って取ってるよね。黙って取る人もいますよね。俺は取ってないですけど。あ、じゃあ本当のこと言っていいんだよ。もう時効だからね。まあ免許あるなしは関係なく。あ、いやいやいや。免許は18だけど乗ってたのは16。いや。ほんで15から乗ってた。で、その乗るのが好きなのが、こうじてまあショップも やっちゃうという。バイク屋さんは。あ、すごい。25年間バイクショップやってました。すごい。で、今はちょっとまあ謎の仕事をさせていただいたんですけど、今はね、まあ、いろいろだけどね。で、当時の写真というのがあるんですけど、見せて。ちょっとアップする。ああ、これね。はい。ああ、まあこれは。まあちょっとツーリングチームのリーダーやってた頃に、リーダー、リーダー、まあツーリング、初耳だね。ショップ、ショップやってたでしょ。ショップで行くんで、ショップで行くとリーダーになるんだ、自動的に。まあこの時はまあもう30代ぐらいだったんですけど、あっちゃんどう見てももうちょっと貫禄あるな。見た感じ、もうお腹すっきりしてるもんね。まあ、あ、そこ、え、そっちですか。顔見て、そういうこと。顔がすごいなんか、まあ当時ちょっとあのやばい人に見えるなこれ。川崎か。昔ね、あのこの当時ね、まあ30代ぐらいなんだけど、中年の大人があのオートバイにハマるっていう漫画があって、ああ、何それ。まあ当時その親父バイク乗りはみんなそれ影響を受けちゃって、まあその流れでまあこういう感じになってた。だし、ああいうなんかメタリックな感じが入りだったの。そうですね、どちらかというとちょっとまあ尖ってる、まあまさにこの法則みたいな感じで、あ、かっこいいね、尖ってるみたいな。ただし、あの法規制はちゃんと守って走ってましたんで、まあ格好だけをその、格好だけちょっと行き立っちゃったよみたいなやつみたいな感じでね。え、でもああいうのが流行りだったの、ああいうそのピカピカした感じ。いや、あのオートバイってね、結構やっぱり皆さんあの好き好きがあって、ハーレーみたいなアメリカンタイプとか、そういうこんなのもあれば、スポーツバイク、あとオフロードっていう、あのオフロードってなんかあの自転車が大きくなったみたいな、そうそうそう、まさに、おゆきの、まあそうそう、ただまあまあ皆さん好き好きがあって、それぞれの皆さんこう道進んでいくんですけど、だからこういうカマキリみたいな映画で出てくるじゃん、それがめちゃくちゃハリーじゃないですか、イージーライダー。こんなすごいやりにくいわと思いながら、カマキリじゃんと。あれがハーレーとかいうアメリカンのバイクの乗り。だってこう曲がるときこうだよ。ハンドル切んなよ。もうそう、もうバンザイスタイルね。え、ハンドル切らないの？こういう感じ。オートバイでこうやってこうやってやって曲がっていくでしょ。そうそう、普通は。うちのは基本的に原付しか。あ、原付か。原付は趣味の人いますよね。原付面白かった。私は別にあれだよ。ただやっぱり今の
若い人はちょっとバイクがあんま乗らない方が多いってんで寒い、うん、ちょっといや寒いなんですかね、まあ結構維持費もかかるしバイク、あ、でもうちの息子ハーレー乗ってたよ、はい、あれね、うちの息子ね、あの車が好きで今車のとこいるんだけど、うん、元はバイクが好きだからモンキーっていうの、これちっちゃいなんかもうあの三輪車みたいな、はい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 、あれからスタートして、うん、なんか知らんうちにハーレー買って、だから何あのガレージっていうの、うん、あそこ借りてなんかいたから、よっぽど好きなのそれはね。みたいな。そうですね。うん、そうそうそう。なんか車もなんかのなんだっけ、なんか四駆のハイエースみたいな、なんかハイエースじゃないよ、なんだか。なるほど。ね、そうそう。ね、あのハイラックス。あ、そうですね。うん、あの SUV。うん、なんかちょっとあのそうそうアメリカントラックみたいな。なんかこれ、うん、どこの車みたいなやつ乗ってた、うん。だからバイク好きな人ってそっち方向行くのかな。そうですね、そうハーレー好きな人って本当四輪の方はそっちの方に行きますよね。あちゃんは何違うの？うちのはあのロードタイプがスポーツ、うん、タイプ、前こう前傾姿勢、前傾姿勢、あの仮面ライダーとかこうやって乗ってた、そうですそうです、アメリカの人たちってもうこうなんですよ。 うちのはその逆、あこう、うん、先代がいたな感じで、うんすごいね、あっちゃん。だからが、あの皆さんね、期待してくださいね、あっちゃんはね、あつしくんはね、話題がいっぱいなんですよ本当に。私たちあの3人悪いけどこの人の話になったらどんだけでも話せるって、ね、あ、笑っちゃいかんかった。ちょっとこの後怖いんで、この後楽しみにして、ね、まあ、お手柔らかにお願いいたします。あ、全然ですよ、全然ですよ、皆さんあの聞いて喜んで勇気とあの力をもらいますからご安心くださいということで、山から出てきたあきらさん、山じゃないよ今日遅刻したんです、ん、集合時間に、渋滞でね、渋滞でね、明日行ったら入っちゃダメって言われたしとりあえずすごいのどかないいとこなんですよ、はい、じゃあ先に画像見せちゃう、どうします、でもいいですね、そうするとあれじゃない、きっとあのあきらさんがどんな感じか、どこから出てきたか、なんで山なんでしょうって思いますよね。そう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 。ごめんなさい、スーパーマーケットありますか？ありますわ。コンビニあります。あ、田舎ってさ、コンビニないよね。あるから。本当？田舎で。田舎で来てるの？じゃ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 。そこまで。皆さんに怒られますよ、それは。なんかだってずーっと山奥行くと、あ、名古屋とかさ、いやいや、あのエジプトと一緒で、この反対側は、いやいや、ピラミッドがあるってことね。反対側でも街並みなんだから。あ、振り返るとそこに街並みがある、ちゃんと人は住んでるから大丈夫、写真撮ってるあ、まあそれはそうだね、屋根が見えるし、あれどこに、あれ白い屋根が、あれ屋根なの、看板だと思ったけど、ああ看板かも ね、あそこは看板、あ、見てごらんなさい、ごめんなさい皆さん、金太郎さんちょっといいお年頃の子供だから目もだいぶあれなんですよでもすごいよ、やっぱ雲がさ、なんていうのね、うん、住んでるから違うよね、うん、まあ天気が良かったからね、この日、この雲の感じいいですね、この雲の感じいいわよ、あれ果樹園なのね、果樹園で、こっちが、こっちが牧場なの、いやいやいや普通に果樹園いやいやだってあのか柵があるって、あ、なんか柵ありますね、あ、でもリンゴ取っちゃいかんじゃない、あ、いや、ねちょっとしたこう何車の泊まれるような公園のところで取ってるから、あ、なるほど、こうちょっと公園っぽい感じのところ、あれ公園なんだ、になるんだけど、その向こうが果樹園で山みたいな、へえ、そう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 、いいとこいいとこ、うん、なんか動物いるよねあそこに、いないよ、あ、本当、木か、まあお年頃ですから私が、私たちあのごめんなさい、こうやって切られるけど私たち二人ちょっとお年頃ですけど境目に、ここ境目すごい嫌な嫌なこう点々線が見えません多少若いね、ヤングで多少若いね、なんかちょっと嫌よね死者購入したら一緒じゃん、まあ、私ちょっと抜いちゃったけど、ほとんど変わんないですけどねほとんど変わらない、10個ぐらいの違いじゃん大きいよね、10年一昔っていうからね、え、今5年だけど、うん、嘘、いつ5年にチェンジしたの、5年昔、もうしばらく前に5年一昔だったよね、え、知らん、10年じゃないの、うっそー、 あっちゃんごめん、ここ切んなさい、そんなことない、そうなんだ、ここになっちゃうの、じゃあそうそう、そこになっちゃう、え、ならないならない、だって5年も離れてないもんあちゃんとあきらと、うん、A コンビは？そう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 。あ、二つ三つ？うん。だから大丈夫。だっけ？だっけ？だよ。年齢も知らない。なんかね、年齢は全然。あ、そうですね。
なんてこと言ってんの、うん、怖いわよね、怖いわよね、うん、でもさ、いいとこ、ほんといいとこからみんな出てきてるのよ。おかげさまで空気が綺麗です。ね、そうだよね、うん、あのあちゃんの海山、あの山が見たいしね、そう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 、うん、どんな、富山ね、うん、富山の雪の、あの、うん、雪の壁じゃないけどさ、いやだって今日遭難仕掛けたのよ、来るに。え、でも来たから。そうなんです、そうなんだよ、くだら親父逆だってそこで親父は、ね、遭難しかかりました。助けてもらったっすよ、本当に。そうなんですよ、除雪のおじさんたちにハマってるとこを助けてもらって、マジにハマったの。下手すればそのまま今日来れない事態になってた可能性がある、信じられない。ありがとうございます、どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。これで、へえ、そうなんだ、存じ上げませんでした、はい、すごいね。富山ってそんな、まあ、長野は大丈夫だったんだ。全然そんな雪ないもん。長野って雪、あのスキーによく行ってたけど、それは長野市だよね。もっと先の方。もっとあの松本とか、松本とか、うん、あっちの方。え、長野県って大きいからね。長野って横にこう岐阜と長野の横にビローって長いんだよね。こ、う、れ、ん？うちはもっと下の方だから。静岡ここでしょ？これで長野ってこれ。これなんか流れてきましたよ。え、この音楽は。え、何？いや、クリスマスが近いからね。あ、そうだね、これはもしかしたらあれじゃないの、ね、好きですね、好きですね、はい、クリスマスイブだ、いいね。実はね、はい、この曲にはちょっと私思い出ありまして。いい思い出ですか？語っていいですか？どうぞ。あっちゃん思い出語っていいですか？語っていいですか？語っていいですか？どうぞ、聞きます。ま、もうかなり昔の話なんですけど、うん、高校生のくらい、かなり昔ですね。かなり昔だね、本当に。付き合ってた彼女がいたんですけど、そっ計算したらも40年前。いや、そんな言ってない、そんな言ってない。あ、それも。あ、そんな言ってる、言ってる。そうそうそう、言ってるよ。バレちゃうじゃないですか。見てくださいよ。年齢不詳らしいですよ。僕がですか。ま、もっと、あの、彼女、高校生の時に付き合ってた彼女がいまして、うん、で卒業して就職の関係で、うん、あの関東の方に行っちゃったんですよ。ああ、誰が、まあ、誰が彼女が、ああ彼女が、うん、就職の関係で。人の話聞けって、うん、そうだよ、耳人の話にかぶせてくるわ、余分なこと言う割には人の話聞いてない。はい、いいですか？はい、どうぞ。いいですか？語りたいんだから語って。はい、あの、まあ、その数年後に、うん、まあ、久しぶりに連絡が来まして、うん、まあ、会いたいと、会いたい、富山に帰ってきたいという話になりまして、いい、じゃあ俺が駅迎えに行くよっていう話。ロマンチック。それちょうど12月だったんですよ。ロマンチック。ほんでその彼女乗ってくる予定の電車が来まして、はい、まあ、こちらホームまで行って、はい、こうって、まあ、降りてくるのを待ってるんですけど、まるであれだね、 CM と一緒だね、あの、あ、なんかあったね、なんかあったね、当時の CM と、かわいい女優さん、うん、そうそうそう、まさにその曲、うんうんうん、でその時にまさに流れてたのこの曲だった。で降りてこなかったの？うん、うん、降りてこなかった。それ完全に先行っちゃダメじゃないですか。先行っちゃダメじゃない。だってこの歌はさ、失恋の歌なんだよ。うん、そうなんだよ。でもあちゃんいいんだよ、失恋に似合う男だから。いやいや、結局降りてこなくって。本当に降りてこなかったの？え、もうその後2本3本待ったんだけど来なくて。ここでバックにはこの曲流れてる。完全に振られてるぞ。それで、うん、どうしたんだろうって電話かけると、うん、音信不通。当時ほら携帯でもないんで、ポケベル？ポケベルもないんで、普通の電話、家電にするんでね。家電なんで、うん、かけるけど、まあ出ない。音信不通の状況。なんで現在に至る？え、なんで？なんで来なかったか理由はわかんないんだね。だって会いたいよ、迎えに来てって言ったんでしょ。そうなんです。誰か間違えたんだそれ、うん、何それ、そんなことある？それはひどい。あっちゃんじゃなくて違う人とやり取りしてて、そしたら、いや何だろう、なんでこの人に繋がっちゃったんだ。悲しい思い出が、もっと悲しい思い出に。それ塩塗り込んでるよね。ひどいでしょ。ひどいな、この人。いや、だって本番泣くわ、また。いい、そう、男泣きはいい。男泣きはいいんだよ。いっぱい、いっぱい泣け泣け。はい。知ってます皆さん、前回意識放送したんですけど、あっちゃん泣いたんですよね。いや、泣かしたんでしょ。違うじゃん、そうそうそう、なんかの曲を流して思い出の曲じゃない。いや、今も潤んでるもん。かわいそう、従順なんです。
ワイルドマイルドなんで。いや違うよ。従順って私従順っていう感じだよね。もう奴隷扱いです。奴隷じゃないです。はい、弟です。ありがとうございます。可愛がって可愛がって可愛がってだけで、ね。私可愛がってる可愛がってる。どういう意味の可愛がってるかわかんないけどね。パシ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 。まあ固定の話はまたあります。でもまたよろしかったら聞いてやってください。本当本当本当でもすごいいいじゃない。ちょっとすごくいいじゃない。はい、というえもうそれで終わりなの、うん、もうその何あれで。いまだに謎。謎？謎です。音信不通のままでね。音信不通のままです。まあきっと多分想像するには、うん、一回その。もっと東京に彼とうまくいかなくて、うんまあ、ちょっと会ってみようかな帰っちゃおうかなと思ったけ ど, だけどやっぱり東京の彼氏がいいや また戻ってきて、まあ、より戻しちゃえそう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 で塩を塗りましょうひどいなんだかんだ言ってもさあっちゃんさあっちゃん完全に振られまくったってことでまあそうですねそうですね、 そうですね人生経験豊富ですね、うん、まあまあでもまあまあ、うんうん、いい教訓というかそうです、ねうん、え何の教訓のあだから、うん、あの同じんじゃっけ何の教訓よ、うん、待つ人は来ないいや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  あそうだ歌の文句だねうん通り歌の文句だねだからすごいね、はい、そんな真冬にクリスマスに列車何本も待って、うん、ね歌詞と同じような状況になっちゃう花を持ってなかったよねいやそれはさあそこまでは、うん、でも多分ダメだ多分あれだ途中で涙流しながら鼻水流して泣いてたかも違う気がつかない寒いから気がつかないからジョロジョロジョロ全部出てでも分かんないどうしてそう崩すのあなたひどすぎるかわいそうだよねいじりすぎですいじりすぎですいじりすぎですそうやって人間強くなるんだって、うん、いやいやいやなんか今まさに強くなった気がしますでしょうそうそうそうパワーアップしても姿形がもうそうそう全然すごいよ、うん、なんかあの道元さんみたいな道元さん道元お坊さんじゃないは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 いあのこれターボ巻いてますけどね本当にねツルツルですよスキンヘッドなんです、うん、なぜかというとヘルメットをかぶりやすいようにそうか道元さんね、うん、道元さん今わかったええや平地ね平地そうそうそう金太郎さんすごいんですよなんかちょっと言うと、うんうんまあ、すっごい歴史詳しくて私小牧山の下にいるんですけど あれってさ、ね、織田信長の城だったけどなんか豊臣秀吉があと徳川家康がさスタッフさんなんかさずっと歴史遡って喋ってくれ聞いてないっていうのに聞いてないっていうのに本当に喋るんですよかってこれじゃあ歴史探訪ってもいきますかね今度金さんの歴史のね面白いね一回さ一回来年さ、うん、金太郎の歴史、ま、そうそうそう金太郎のさなんで来年いいんだよ来年楽しみがいっぱいあった方が鬼笑ってるよあれ。あれ鬼笑ってるよそこで。あきらの鬼を。鬼そこで鬼を笑ってるよ。鬼鬼鬼一番年下だけど鬼鬼。怖いんですよあの人。刺すんですよ。冷静なんです。なんでいやそろそろさ。はいあそうだすぐ喋っちゃうけどそう、ま、そうそうなんかあれだよねあきらさんさ、ま、あのあれじゃないのあの実はですねこちょ見せちゃうねジャヒンジャヒンジャヒンあのここのアズリーさんの第2だよね第2月曜日の何時だっけ違う第2火曜日第2火曜日の12時から、うん岡本純一ほかばり13時か、うん、あの15時だったの適当やめよう火曜日ですで岡本純一さんっていうあのフリーのシナリオライターさんがいるんですよ、うん、でその方が書いたね本っていうかねあの朗読今日、うん、今からあつしですね、うん、あ私なんか間違えた、うんっていう感じで、はい熱帯夜の贈り物っていうはいなんだっけ、うん、朗読を今からちょっと読んでいただきます、はいうんはい、読ませていただきます、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします、 お願いします痛いアキルさんこうちょっと それでは熱帯夜の贈り物岡本純一さん作です。困ったことになった。よりによって私は森の中で迷子になってしまった。
行く先々で見かける熱帯雨林の大木を素通りし続ける。だがこの森の風景が晴れる気配が感じられない。スマホのマップも全然通信ができない状況だ。これはもはや絶望的展開である。お姉ちゃんどうしよう。妹の亜美は私に向かってそう言ってくるが、私はその返答に困った。私はただ亜美に向かって、大丈夫大丈夫だからと励ますことしかできなかった。草原の茂みからさささささという不自然な揺れる音が聞こえてくる。私は周りを見回すが、そこには何も存在しない。しかしその状況こそが不気味でならない。お姉ちゃん、亜美はそばにひっつきながら涙声で私を呼んだ。私は不意に亜美の小さな肩を抱き、恐る恐る自分の背中におぶった。それからしばらく歩いていくが、全然道が開ける気配がない。むしろどんどん人里を離れているような気がした。人ってこうやって遭難していくのか。私は頭の中で無駄な思考がどんどん働いていってしまった。その時だ、ジャングルの奥底からずしずしっと何かが近づいてくる。この妙な音はだんだん大きくなっていった。背中におぶられている妹が甲高い悲鳴を上げ出した。こんなパニック状態ではとても冷静を保たせられない。熱帯雨林の中で迷子になり、しかもそこに天敵が現れたら、この状況はもはや絶望的だ。私は死を覚悟してその場で目をつぶった。するとどうだろう、目を開けてみるとそこにいたのは天敵の動物ではなく一人の少年だった。彼の肌はとても色黒で、赤、青、黄と色鮮やかな衣装をまとっている。少年は私に向かって何か話しかけてきた。だが私はその言葉の意味が全然理解できずに、ついあたふたとしてしまった。そんな様子を見て少年はただにっこりと微笑んでいる。ついてきて。彼は片言の日本語でそう応じてくれた。どうやら彼は日本人と話すのはそれなりに慣れているようだ。私は無我夢中で泣き疲れて眠っている妹を背負いながら彼の後をしばらくついていった。一時間は経っただろうか。少年の行く先に光が入り込んでくる。私たちは森を抜け出し村へたどり着いたのだ。村に点在する松明の炎が私たち三人を優しく出迎えてくれた。ありがとう、助けてくれて。私が彼にそうお礼を言うと、彼はにこやかに首を振った。僕のおかげじゃない、それもみんな天が導いてくれたから。少年はそう言いながらふと天を指さした。開放的な暗い夜空に広がっていたのは輝く星たちである。赤く光る星や青白い星、大きな星から小さな星まで、それはまるで机の上に広げられた真珠やダイヤモンドのようであった。
それぞれ違った色や形を持ってはいるものの、みんな眩しくて輝かしい。その様はまるで私たちの人生のようだ。その夜空の星たちの中から、ふと小さな流れ星を見つけた。あ、流れ星。私は不意に現地の少年がいる前で喜びの声を上げてしまった。すると少年はそんな私に向かって、よかったねと優しく応じてくれたのだった。私は深くうなずき、再び大きな夜空に視線を向けた。この星たちはジャングルをさまよう私にとっての最高の贈り物のように感じてならなかった。ありがとうございました。いいですね。いい話だよね。なんか素敵だよね。いい話、いい話、なんか本当にこの自然時間に全く本当に合ってますよね。初回のしてまさに合ってる。全然だってここのなんだろう、そのコンセプトみたいな全く伝えてないのに、本当にザクって言っただけですっごい想像。岡本さんすごいの、ね、すごい書いてくれたの。ね、それすぐパパパッと書けることもすごい才能ですね。才能、才能、やっぱあのフリーのライターさんっていうだけのことあるよね。素晴らしい。まだ若いのよね。あ、若い若い、まだ2人は会ったことないから、私たちだけ会っただけだから、ね、若い、ね、すごい若い、30代じゃないかなと思います。そうなんだ、なんかすごい、なんか細い、そっちそこなんか初めてみたいな、初めて初めて、なんか例えがさ、ほら私はベイブみたいじゃん、手足が細くて真ん中太くて道元さんじゃん、道元さん、はい、ね、うん、なんかです道元さん、お坊さんになっちゃったよ、まあ、なんでもいいですそうそう、で、彼はなんかちょっと、ね、なんでしょうね、カマキリというか、カマキリって可愛らしい感じでもない、すごく可愛い、可愛い、細くて小さくて可愛くて、なんか雰囲気のある人ですよ。そう、なんかね、なんかあんまりその辺にいない感じの人、雰囲気がある人、はい、まあだからそういう作品ができるんでしょうね。そうだよね、だからなんかちょっとこうなんだろう、こうこの辺でこうなんかこうなんか飛んでる感じ、よくわかんない、意味がわかんない、いやいや、ごめんなさい、ちょっと意味がわかりませんでした。ちょっとお会いしてみたいです。お会いして訂正いたします。あのぜひぜひあのおつなぎいたしますので、ちょっとね、ちゃんとね、ちゃんとみんなで会ってね、いろんな話しないといけないよね。うん、ね、本当本当本当。またいろいろ作品をいただいて、そう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 、ね、いろんな、そうそうそう。あきら読んでもらうのいいですね。そうそう、朗読ありがとうございます。でもう一応あの私たちもともとあのちょっと違うところで芸どころ、芸どころなんかおかしくないそれ、芸事やってて、ボイスドラマって皆さんご存知です、声だけのドラマなんです。でそういうボイスドラマとかをねやって、だから全員顔が出てなくてボイスで ドラマをやってた、ラジオドラマみたいなことだね、それはね。そうだ、あの音声ドラマっていうの、ラジオドラマ、あ、まあ、声優ってなんか画像があってこうあるじゃないじゃなくて、声だけのドラマなんだけども、そういうのやってたんですよ私たちね。でそれが今はこうやって約1名を残す全顔出しになったんですけどすいません、はい、そのうち出すぞいや、諸事情がありますんで。そうですね、そうですね、うん、本当にお父さんはよく心聞けばれてありますこと、はいはい、お母さんは何でも、うん、ありだから、うん、であの弟はもう本当にね、うん、いじくられてなんぼ、いじくられてちょっとかわいそうそう、ね、そんな感じで、だからいずれね岡本さんにもさ、その、ボイスドラマのね、そうそう、あ、ゲストで来てもらうの、そうそう、いいですね、あの、そう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 、いろいろとね、うんうん、ボイスの方も書いてもらおうかなと思っております。面白いかも。です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 、はい、でね、ということで、まあ、今年師走もね、まもなくクリスマスでね、ちょっと皆さんお忙しい中お遠慮あるあるありがとうございますまたクリスマスの音楽流れるね、たくさん、ね、そうだね、でそれで泣くんだよねきっとね、これからね、いろんなとこ、ここね実は大須なんですけど、大須商店街近くなんですよ、絶対通ったらクリスマスソングザンザン流れてた、でザン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 もうあのシーブ取らないといかないです
脱水になるぐらい泣くわけ、はい、いやでもいか面白いじゃねえどこがやめて、いやいやいや危ない人だよそれあこっち、うん、突然泣いてるのは、うん、まあそうですねでもなんかあのお寺、私が行ってるところのお寺さんの仏教の和尚さんが、うん、なんかあの修行行って、で久しぶり何ヶ月ぶりかとかなんかにも帰ってくると、帰ってきた時にもうこの都会が嬉しいってもう泣き崩れて電車のその駅で動けなくなったって言ったもん。そうだよ、まだまだ修行が足りないな逆にどこからですかそれは言っときますお前泣くようじゃまだ修行が足らんわ、あーちゃん、あーちゃん修行足らん、そんな音楽流れたぐらいで泣いとったらダメ、まあ、これからですもんね。そうです、これからさんじゃないじゃん、みんなこれからですんでその通りですね、はい、そうです、これから本当に長い人生いろいろとね楽しんでいきたいと思うし、まあ一回の人生なんでね、もう好きなようにやって、今朝旦那さんに言ったんだよねって、一回の人生だから本当思いっきり楽しむのが一番よ、どうせもう残せるものなんかないんだからみたいな感じで、残せるものはないんだから、残せるものは分かります、ご縁と思い出しかないんだよ、あと誰も残せないんだよ、分かる、相手にはね、相手自分いなくなっちゃうからね、あ自分はね、自分はね、でも自分もさ多分さ記憶ぐらい残ってんじゃない、多分1日2日1日2日なの、って聞いたけどね、あそうなの、うんうん、よくわかんない、私もあっちの人が行ったことないからわかんない、まあ、で戻ってきたらいいよ、あやってよ、いや誰かがやれば教えてくれるじゃない、いやいやだからいいとこなんだって、戻ってこないんだもん、あそうだねきっとね、わかるこの人、まあ、ところどころでいいこと言う、ところどころでいいこと言う、神さんはね、ね、さらっと言うんですよいつもね、うん、それがちょっと知ってまた泣く、泣く、また、ね、脱水になる楽しいわ、今日今からみんなでご飯食べるから絶対上々だよね、上々、上々まあちょっとね楽しみだわ、塩分も補給しないと、あそうだね、うん、水飲みながら塩食べて、塩も誰かミネラルウォーターをケーキしてくれ、ね、まあね出会いは奇跡と言いますけど、うん、でも本当ありがたい、まさにこの4人はそのね、そうです、象徴、あっちゃんが最初にねみんなでご飯食べたいって言ったから私が集めた、うん、そうこれ絶対言うんだけど、みんなになんか私が集めたみたいに皆さんね勘違いしてる、あっちゃん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 がご飯食べたい、まあいいじゃん、まあそういうことにしとこう、それが違う、丸く収まる、はい、お姉さんお兄さん、はい、そういうことにしておきます、丸く収まるって何事もなんだかんだ丸く収めようとするよね、い嫌いだもん争い事は、私も争いと嫌いだよ、ね、あそこだけなんで私あそこ強いから、まあ、白黒つけようと、ダメだもんはダメだって、そうだ私たち、まあいいじゃんいいじゃんいいじゃん、いやいやダメだ、危ない危ない危ない、まあいいや、いや危ない危ない、まあ、私たちいろんなところでいろんなことを経験したからと、ね、でも本当に4人集まれたって、うん、会えて出会えて本当幸せ、人生後半というかもうほとんど終着駅に近い、うん、第4コーナー回ってるからね、第4コーナー回ってもうその辺がもうゴールだもん、うん、だからやっぱりさゴールを楽しまなきゃいけないんでね、こうやって皆さんにね、こうやってまあ人生いろんな経験をねして泣きじゃくりもいますし、やたらと締める人もいます、やたらいろいろして言う人もいますけど、あ声だけの人ねですけど、まあ、こうやってね毎回ね月2回ね一緒にね楽しい時間過ごせたら絶対嬉しいと思うので、第1第3月曜日、うん、ぜひ、そしてなんとですね、お正月三が日あるじゃないですか、三が日の過ごし方に集まるってみんな暇だね暇じゃないですよ、暇ではない、暇ではないけどさ、まあ、貴重な時間、あそうだね、これも楽しみの一つなんで、そうだね、うん、人生一回きりだからさ、三が日の過ごし方、なんかの番組見てるかもしれない、間には絶対終わり、あずりってバッと検索して、そして私たちを見る、楽しいよろしくお願いします、そうそうそう、楽しいの、1月2日の12時ですよ、はい、その通りです、餅食べながら3月だから、ね、3月じゃないから、うん、酒飲みながら、あここ2人飲まない、あこっち2人飲まない、ここ2人飲まない、次いいかね、飲みながらやるのもいいかもね、正月だから飲んじゃうとか、いや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 スナイドカダカンじゃん、そしたら怖いな、一回飲もう、金さんにね、ひなこちゃんにここリードつけて、リードつけて、いや怖いな、ほんとすごい変な絵
今初めて知った、怖いわ正月が楽しみだわ、 OK、はい、ということで、次皆さんにお会いできるのは1月2日の月曜日の12時からです。1212で覚えていてくださいね。ということで、この動画は2週間後に YouTube に上がるのかな、うん、でもしかしたらもっと早く上がるかもしれないし、私ゆきほがインスタと自分の YouTube に上げちゃったりなんかもするかもしれないので、ぜひぜひご覧ください。では本日50分間本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではまた皆さんとお会いできるのを楽しみにしてます。ゆきほー、金太郎、あつし、あきら、さよなら。